敗に。 PSV 敵を全く寄せつけない強さで勝利しました。さて北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。 PSV としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。PSV が3点差をつけ快勝です。